ワールドウィング初代対応フォーマ n 9 0 0イグ、ワールドウィングは NTT ドコモの国際ローミングサービスフォーマを対象にして2003年6月に開始された2006年6月にはモーバ向け国際ローミングサービスワールドウォーカーを統合し名称を一本化した日本国内で使用しているドコモの携帯電話を電話番号やメールアドレスはそのままにドコモと提携している 日本国外の通信事業者のサービスエリアで利用できるサービス。通話、i モード SMS データ通信などを日本国外で利用することが可能。ワールドウィング対応端末であれば、そのまま日本国外へ持っていけば利用できる。対応機種でない場合、国際空港などにあるドコモワールドカウンターやドコモショップでワールドウィング対応端末をレンタルし、SIM カードを移し替えることで、 日本国外での利用ができる。2007年秋以降発売されているフォーマー及び際は、楽楽本なども含め、おおむねワールドウィングに対応している。2014年3月には LTE に対応した。サービスも開始した。なお、このサービスは通信量が高額であるため、使いすぎないように注意する必要がある。データ通信に関しては、海外パケ放題を利用することで一日単位では、 あるが、通信量が低額となるため、特に通信量の多い場合は、海外パケ放題の利用が推奨される。利用可能国は、2014年9月現在227と、日本の通信キャリアではトップ。ワールドウィングの通話料金は、国や利用する事業者、または、発信先によって異なる。また発信する料金、日本から着信転送される料金も、それぞれ異なる。そのため、 ワールドウィング日本国外で使う時の通話、通信量、サービスエリア検索で事前に調べておく必要がある。ワールドウィングで滞在国でのパケット通信料金は1パケット0.2円が通常である。しかしコネクサスモバイルアライアンスを中心とした特定通信事業者を利用した場合、1万パケットまで重量課金で1パケット0.2円で加算され、1万 パケットから12万パケットまで2000円の定額で済む事業者がある。ブラックベリーや Windows モバイル、Android といったスマートフォン、PC を使った通信が対象となる。i モードを利用する際はセッションごとにアクセス利用量が別途発生する。50パケットまで無料で使えて50円のパターンと100パケットまで無料で使え100円のパターンの2パターンがある。 超過した場合は1パケット0.2円となる海外パケ放題編集2010年9月1日より日本国外での i モードスマートフォンモデム接続それぞれのパケット通信料が定額となる海外パケ放題が開始された詳細は海外パケ放題を参照発信に100円受信は無料ワールドウィングを利用した場合その通話料金パケット通信料金などに ドコモの料金プランの無料通信分やパケットパック定額料を利用することができる。そのため日本国外に行きワールドウィングを利用する場合はやや高めの料金プランに変更して渡航する方が得になる。au も現在では同様であるがソフトバンクは無料通信分は国際ローミングでは適用されない。当初からワールドウィングと呼ばれていたサービスである。利用に際しては 当初はフォーマに国際ローミング端末がなかったため、国内で使用しているフォーマ端末機から使用者情報を記録したフォーマカードを外し、それをドコモからレンタルした日本国外用の電話機に取り付けて渡航するのが基本であった。N900EG 以降、一部の端末が国際ローミング対応となってきており、そのような機種では一部の周波数帯を用いている地域以外、 ホーマーカードを差し替えることなくそのまま日本国外に持ち出して使用できる。電話番号については発着信ともに日本国内と同じものがそのまま使用できる。また 905i 以降の機種からは国際ローミング機能を標準で搭載する。対応機種の増加に加え GSM や3 g 8 5 0ヘルツ対応などが機種によって異なるといった事情からドコモでは端末機を 以下のクラスに分類している。クラスは当初4クラスだったが2014年3月の LTE 対応開始によりクラス5が追加された。詳細は海外プラスナンバーを参照2009年3月より韓国の KTF と共同開発した海外プラスナンバーと言われるサービスが開始された。これは NTT ドコモのフォーマーカードにキロトンの電話番号を書き込み 通常のワールドウィング対応の携帯電話が韓国内でキロトンの携帯電話番号で通話ができるサービスである。このサービスにより通常の国際ローミング通話料金より約27%から60%割引で利用できる。一つの SIM カードに二つキャリアの電話番号が利用できる初めてのサービスである。キロトンの利用者も日本で同様のサービスを受けることができる。しかし、 日本側では市場環境の変化を理由に2015年12月15日限りで新規申し込みの受付を終了し2016年10月31日をもってサービス終了予定海外の公衆無線ランスポットを対象としたローミングサービスである2012年7月1日サービス開始料金体系は原則としてフォーマの場合と同じ 海外パケ放題にも対応しており、同サービスの対象国、地域であれば、ローミング先のどの事業者を利用しても、海外パケ放題の対象となるが、海外一例パケの対象には含まれない。なお利用には、事前申し込みによる ID パスワードの発行が必要。従来ワールドウォーカーと呼ばれていたサービスである。モーバは、日本専用の PDC 方式であるため端末を、 日本国外に持ち出しても使用できず、またシムカードを採用していないため、プラスチックローミングもできない。そのため、フォーマと同等の国際ローミングを疑似的に実現している、従来ワールドウォーカー G カードと呼ばれていたサービスである、モーバと同一番号のシムカードが発行され、別途用意した日本国外用端末に挿して使用する。シムカードは、初回の発行手数料だけで何度でも、 利用可能、通話料のほか発着信があった日のみ、カード使用料金がかかる。なお、この SIM カードを国内で、ホーマ端末に刺しても使用することはできない。また、モーバからホーマへ契約変更した場合は無効となる。モーバから SIM カードへの切り替えは、日本国外での発着信により、自動的に行われるが、その逆は帰国後に、モーバ端末で、 1540をダイヤルする必要がある。au のように端末上での設定はいらず、カードを差し替えて切り替え番号をダイヤルするだけである。この番号は、デュアルネットワークサービスでのフォーマ、モーバー間切り替え番号と同じであることから、デュアルネットワークサービスを応用して、日本国外使用時のみ一時的に、フォーマユーザーとし、国内では、モーバーに切り替えて使うことがわかる。 モーバーサービスの停波決定に伴い、2009年3月31日をもって新規発行が停止された。日本国外に渡航する際、ワールドウィング対応でないフォーマを利用している場合、ワールドウィング対応のフォーマをレンタルすることができる。レンタルはドコモショップ、または以下のドコモワールドカウンター、または宅配で利用することができる。レンタル端末は当初は N900EG で、 端末が古くサービス低下したために後に N705、アイアマダナホワイトとなる。レンタル端末の老朽化及びワールド、ウィング対応機種の普及により、レンタル端末を用意する必要がなくなりレンタルは終了した。レンタル料金、編集事前予約方法、編集アイモードの場合目のお客様サポート、お申し込み、お手続き海外利用のお申し込み、お手続き、 ワールドウィング携帯レンタルパソコンの場合前、ドコモサイトから予約する。ドコモショップドコモショップで予約が可能。ただし来店での予約になる。受け取り場所、編集事前に予約した場合、以下のドコモワールドカウンターやドコモショップ、または宅配で受け取ることができる。宅配の場合は送料は無料となるが、早めの予約が必要となる。ワールドカウンターは出国当日の受け取りとなる。 ドコモワールドカウンター、編集ドコモショップ羽田空港店、ドコモワールドカウンターでは、国際ローミングアウト形態の貸し出し、または、ローミングイン形態の貸し出しなどを行っている。その他に、通常の新規受付、機種変更、ワールドウィングサービスの付け配し、プラン変更、および、日本国外端末の操作説明なども言っている。日本国外長期滞在者などが、 NTT ドコモ USA やドコモヨーロッパで予約をしておけば日本国外から帰国後すぐにワールドカウンターで新規携帯電話を受け取ることができる。ワールドカウンターのある空港成田国際空港、中部国際空港、新千歳空港、広島空港、関西国際空港、羽田空港、仙台空港、福岡空港、ドコモワールドカウンターハワイ返却のみ扱う。 空港仙台空港、福島空港、新潟空港、富山空港、小松空港、岡山空港、高松空港、松山空港、那覇空港、博多港、ハワイホノルル国際空港従来、ワールドウォーカープラスと呼ばれていたサービスである。モーバサービスの低ハビ決定に伴い2009年3月31日をもって新規発行を停止された。 上記の海外専用カードと日本国外用端末をセットでレンタルする。カードの発行に2000円かかるが、レンタル料は無料である。また一度発行すれば、カードは継続して利用することができる。この方式は、ワールドウォーカー G カードの導入に伴い、これを利用して始められたものであり、それ以前は以下のような方式であった。いずれも着信転送を主眼に置いているが、 滞在先の国での国内通話や国際電話の発信もできる。もうはレンタルのワールドカウンターのある空港成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、ドコモワールドカウンターハワイその他にドコモショップでもレンタルが可能である。NTT ドコモでは以下の都市において携帯電話の無料充電サービスや 日本国外での携帯電話の利用方法や操作方法についてのサポートを実施している。また、ニューヨークやロンドンでは日本国外長期滞在者向けのサポートを実施している。また、上記の場所以外でも充電サービスや充電器貸し出しサービスを行っている。海外現地サポート箇所はこちらを参照。ありがとうございます。